は太郎丸です。2024年3月17日 J1 リーグ第4節川崎フロンターレ戦を振り返りたいと思います。動画の前にね、私の紹介しましょうってことで、ね、いつも通りでございます。太郎丸と申します。3月31日ライブ配信あります。鹿島アントラーズについてやりますということでね、まあ実際どんな人なのっていうのはね、ここに書いてあるんで見ておいてもらえればいいと思います。ということで結果からいきます。2対1で逆転勝ちでございます。チャブリッチ、ユーマのゴールでございました。そして、今回はね、試合後に感想をまとめました。試合中にね、ちょっとできなかったんで、まあ、ということでね、ご覧くださいってことでね、いつも通り Excel に飛びたいと思います。ということで、Excel に来ました。まずね、選手一人ずつ振り返っていこうと思います。まず早川からですね、クロスに対してキャッチできそうな場面っていうのはね、あったんですけれども、パンチングで弾いてましたね。あそこキャッチでできれば、まあ、より良くなるなっていう風に思いましたね。失点時はね、ちょっと前に出られそうな雰囲気もありましたね。結構ボールが長かったんで、まあね、クリアもできたんじゃないかなという風にはちょっと思いました。ただキックの人はさすがでね、結構いい繋ぎ方してましたし、1本ぐらいミスしましたけど、それ以外はほぼ完璧と言っていいんじゃないでしょうかね。失点もね、家長の場面、家長のシュートは止めましたし、その後はノーチャンスだったと思うんで、弾く場所的にもね、もうしょうがない部分に落ちてますし、まあ、早川はね、さすがに実力あるなっていう感じですね。もう、早川に関してはね、あんまり喋ることがないんですよね、正直。能力あるっていうのは知ってますし、まあ、特に目当たりしさもないんで、はい。まあ、さすがだな。いいプレー多いなっていう感じですね。はい。のの、1対1でね、最初のうちちょっとやられた部分ありましたけど、かなり相手を抑えてましたね。マルシーニョなんですけど、結構ね、ドリブルの特徴もありますし、スピードも能力もある選手ですけど、かなり抑えていた。スピードに乗らせる前に潰しに行けてたっていうのはね、脳のさすがにありますね。まあ、気持ちもあって、ポジショニングもいい。でね、あとはね、完璧な技術だけですね、欲しいのは。クロスの能力であったりとか、ボールを扱う質であったりとかっていう部分は、でもね、試合に出続けて、この試合の速さとか、プロの環境になれれば、いや、もう他がだいぶできてるんで、ここは改善されると思うんですよね。もっと心理的余裕が出てくれば、脳は全然やれるんじゃないかなって。守備もそんなにめちゃくちゃ悪いわけじゃなくて、で、マルシーニョみたいな対戦相手でもかなり抑えられて、相手にレッドカードまで出させるっていうね、結構ね、いいプレーをしてたと思います。そして、上田ですね。今シーズンの2つ目のアシストってことでね、今シーズンのアシスト王でございます。現状ですね。かなりアバウトに蹴ったボールではあった。あ、でも、そうか。名護も今日アシストしたから、2アシスト同士ですね。はい。かなりアバウトにボール蹴ったボールだったんですけれども、まあ、チャブリッチがものにしてくれたっていうところはありましたね。で、やはり強いってね、体の面もそうですけど、ヘディングとかね、そういう部分も強いですし、それ以外だと、キックですね。今日はね、ロングボールの質っていうのはかなり良かったかなって。アシストになった場面は正直ね、まあ、名護、ユーマのおかげの部分は大きいですけど、結構布陣を狙ったようなスペースのキックであったりとか、スペースに対してもそうですし、足元で繋ぐ場面でも、藤井に対してのキックっていうのはね、結構良かったんじゃないかなと思います。ボールの質は速いんですけど、トラップ、ね、藤井が完璧に収めてたんで、案外トラップしやすいボールなのかなというふうには思いました。やっぱりね、上田があれぐらい繋げると、多少楽になるかなという部分ではあります。そして関川ですね、少しミスはあったんですけども、それでもね、今日は9大点だと思います。まあ、一瞬で気が抜ける場面があったりとかもしましたけど、まあ、それは愛嬌ってことで。失点時はですね、関川のポジショニングって怪しい部分があったのかなとは思ったんですけど、こればかりはね、プレッシングもひどかったんですね。鹿島全体としての。プレッシングのかけ方がひどかったのもあって、ちょっとね、ポジションが浮いちゃいましたけど、関川のラインに安西が揃えるべきだったのか、関川がもっと後ろに下がっておくべきだったのか、ロングボールが来るのは分かってましたからね。まあ、ちょっと難しいシーンですね。どうしてもね、リプレイで
リプレイとか試合の流れで見ていると関川がちょっと前に出ちゃったのかなっていうのも感じましたけど、まあ、安西が下がりすぎっていうのも感じました、同時に。なんでね、まあ、結局ディフェンスラインが揃ってないっていうのは誰が統制を取ってるかっていうところですけど、まあ、そこがね原因かなというふうに思います。なんで、まあ、チーム全体のミスで失点してしまったなというような印象でした。まあ、相手をね前に置いてプレイしたいのも分かるんですけど、安西ですね、もう少しねオフサイドをかけられるタイミングでね、下がってしまったっていうのはね失敗ですね。もう少しでオフサイドにかけられるタイミングですね、これはねちょっと失敗だったなというふうに思っております。相手のサイドバックのね穴をついてガツガツ前に出られたっていうのは大きい、まあ、彼の良さが生きた瞬間でしたね。要は相手の右サイドバックがですね結構中に入ってきてプレーを組み立てる選手でしたよね今日は。それをねつけたっていう部分はやっぱり安西の良さがあってこそですね、大外で走が速くて前に出ていくスピードと体力があるっていうところで、で後半のきつい時間帯もねオーバーラップ連発でね彼が先発にいる意味を見せつけられましたね。やっぱりね走れる単純な素走りだけで、素走りとか距離もそうですけど、まああれだけね何回も何回もランニングできるっていうところを考えると、スプリントとかランニングできるってことを考えると、やっぱりね安西がね試合出てきて出てくれるってことはね大きなものだなというふうに一つ思ったシーンがいくつかありました。そして佐野ですね、まあ、藤井がね大外にいるっていうのが前提だったんで、相手のポケットをつく動きっていうのがねしっかりできていてよかったかなというふうに思います。今日はね攻守において聞いてたと思います。本当にねまあ局所的な戦いにもねしっかり勝っていて印象的でしたね。で知念です、ボランチとしてもアンカーとしてもプレーしておりました。今日は優秀でございます。本当にねこの才能を見出したねポポはすごいですね。ポポビッチはこれだけでねかなりポポビッチに能力があるんじゃないかというふうに知らしめられたようなゲームの印象がございました。フィルター役だけではないです。前進する際のつなぎ役、セカンドボールも鬼の回収力ってことでね、本当にできないことがないぐらい、現状何ができないんだろうって考えさせられるぐらい、ボランチとして完璧な仕事をこなしているのが知念ですね。ぶっちゃけ回収よりもボランチとして外しづらいのが知念だと思ってます、現状。回収よりも回収って書いてありますけど、本当にね、この卑怯に限って言えば、かなりね、パスカットも取れてましたし、やっぱりね、知念がボランチにいる意味みたいなのもね、考えさせられましたね。保持の時に真ん中に入るのもそうですし、保持の時にね、非保持の時に相手がポケットをついてきた時の対応も知念がしてるし、相手のね、パスカットっていうところで、ロングボールもね、フィルター役になってるし、体で負ける場面も少なく、競り合いでも勝つってことを考えると、やっぱり知念、できないこと少ないなっていう、本当にね、あと、ボランチですけど、得点を見たいなっていうような印象を抱きましたね。これで点取れるようになったら、ボランチからの位置でも。もう、本当にできないことないですね、現状。で、藤井です。藤井はね、使われ方がいいですね。まあ、足が速いんで、結構ね、運び役としての役割っていうのはね、徹底すればね、今以上に怖い存在になれるかなというふうに思います。相手のね、ラインを下げたのも藤井でしたし、相手のね、背後を取って裏にランニングしてるのも藤井。かなり藤井がね、今日はね、まあ、影の MVP と言ってもいいぐらい。まあ、知念含めてですけど、まあ、全員が良かったから試合に勝ててるわけなんで、藤井はね、その中でも結構印象に残るようなプレー連発で、気持ちも入っててね、得点にこそ絡めなかったですけど、いる役割、意味っていうのはね、大きな存在だったなというふうに思いました。チャプリッチですね。まあ、1点目。まあ、彼だから取れた得点っていうのはありますね。あそこに走り込める。で、あそこで体負けしないで、ね、ボディバランスを崩さずに前に運んでいってシュートまでいける。やりきってゴールっていうところでね。本当に決めて、まあ、ちょっと角度なかった部分ではありましたけど、それでもちゃんと決められるっていうのはね、やっぱ能力高いなというふうに思いました。本当に、ね、サイドに置いた利点があったと思います、今日は。まあ、ボールキープできて、速い速度域でもね、プレーがね、良かったと思います。まあ、守備やりたくない感じは出てますけど、それでも頑張っていたっていうところでね、まあそのご褒美の1点なのかなと思い
思います。結構いい位置に落ちた感じはしたんで、ボールなんていうんですかね、たまたまじゃないですけど、結構ね、あの相手の攻撃が完結して、上田がとりあえず前に蹴ったボールっていう形だったと思うんで、それをね拾ってゴールにするっていうのはやっぱチャブリッチ能力だと思いますね。そこが名護ですね。今日の MVP だと私は個人的には思っております。まあ1点目の潰れ役もそうですし、2点目のボール出してからアシストまでっていうところもね、結構ね力になってたかなって。かなり走り回っていて、運動量もですけども、ユーマがねこう落ちた際っていうのはですね、あの中盤まで落ちていった際にトップの位置に残ってくれてるっていうのもね聞いていたと思います。まあ完璧に近い働きぶりでしたね。それだけにね、前半にあったチャンスを決められていれば満場一致の MVP だっただろうなというふうに思います。まあ私がね選んでいる MVP なんで、満場一致になるためにはあの前半のダイビングヘッド決めていればもう完璧だったと思います。ユーマですね、まあ今シーズン初ゴールでした。エースとしてね、組み立てに参加せずにゴール前で結果を残せたことは大きいですね。結構今日ボールに関わる機会っていつもに比べたら少なかったですけど、それもね、名護がいて、知念がいて、佐野がいて、結構ね、中盤でボールを持っている、もしくはつなぎ役ができて、自分がね、積極的に組み立てに参加しなくても、ゴール前まで運んできてくれるっていうのがあったんで、まあ、今日のプレイバランス的にはかなり良かったかなと思います。組み立てもできましたし、それでいて、ちゃんと結果まで残してる。で、まあそういった意味ではかなり良さそうだなというふうに思いました。で、コンディションですね、まだまだ好調ではなさそうですけども、かなり上がってはきてますね。今日も90分出ましたしね。はい。途中でね、かきたと変えるかなと思ったんです。それもせずに、行きましたね。樋口、旧大点の敵でございます。守備陣もね、良かったですし、まあカウンターの時に持ち上がりっていうのはちょっと不安ですけど、まあそれでも切り替えは早いし、まあ能力もあるっていうところでね、キッカーにもなれますしね。今日は名古屋が主役の一日でしたけどね、次はね、樋口も頑張らないと。まあ完全にレギュラーを取られ切っちゃう前に、どっかでね、いいプレーをしとかないと、樋口も危ういですね。松村、気合が入っているが少し楽にプレーしてほしいってね、まあどうしても結果を出さないと次に使ってもらえないっていうのもあるんで、結構ね、気合い入れて入ってましたけど、まあ、最初の松村のシュートですね。で、あれに関しては、まあ、右サイドに運んで奥深くまで行ってもよかったんじゃないかなっていう、まあ、多少ボールキープする時間っていうのをね、作ってもよかったんじゃないかなというふうに思いましたけど、まあまあ、でも気持ちが入ってるってことだとは思います。まあ、決定機をですね、逃したっていうのはかなり痛かったですね。あれは決めといてほしかったな。安西もね、完璧な、いいクロスで。あとは、ね、決めるだけっていう場面でしたからね。パレジ、実に賢いですね。いいプレー選択を行います。タメも作れて、雑になりがちなカウンターの攻撃っていうところも、彼のボールの扱いの技術と、冷静な頭で、確実に前につなげてくれる。それだけにね、完結したい部分はありましたよね。松村とゴールとかは、取れそうだったんで。で、まあ、技術もあるんですけど、頭も良さそうで、賢くて冷静で、それでいて熱いプレーができるってね、結構いいですね。熱いプレーっていうのは、ね、プロフェッショナルファールですね。あそこはね、本当にね、潰せって思った場面で完璧に潰してくれたんで、さすがだなというふうに思いました。はい、前半のまとめでございます。まあ、ほとんどね、鹿島のね、時間帯でした。ワンプレーで失点しましたけども、それ以外はね、相手の意図した攻撃をね、あまり受けなかったと思います。まあ、失点時に関してはプレスとね、後ろの意図が合わなかったっていうね、完全なミスではあるんですけど、まあ、関川、安西、佐野、様々な選手にですね、責任があります。まあ、それだけではありません。当然、ユーマ、等前の選手にもですね、責任はありますけども、まあ、そういった中での失点だったんで、まあ、今後チームとして立ち返って、改善しなきゃいけないプレーが出たっていうことで、まあ、ここはね、より施設に向けて改善してくるだろうなと思います。2週間もあるんでね、絶対ここは改善すると思います。で、やはりね、プレスがひどいっていうので、ね、タイミングがあってこその、失点でしたけど、
まあ、相手のね、タイミングとこちらのタイミングでちょうどいいバッティングの仕方をして失点してしまったんですけれども、それでもね、前節よりはかなりマシだと思います。前節よりは。立ち位置もね、今日のようなね、4-2-0-4みたいなプレスがね、改善していたと思います。まあ、前の4を3にしたことによって、多少バランスが良くなってるかなというふうに思います。はい、そしてね、後半です。難敵ね、川崎から2点はね、上出来だとは思います。前半もそうですけど、後半もあと2点ぐらいトータルで届いたかなというふうには思いますけどもね。それでも、決定機をたくさん作ったから2点取れたというふうに思ってますんで、まあ、いいと思います。相手のね、ミスもね、見逃さず、得点取れたってことは大きかったかなというふうに思います。まあ、ミスというほどミスではないんですけど、やっぱり、相手がボールを持った時に、名護のプレッシャーっていうのは良かったかなというふうに思います。まあ、強いて言えば追加点。これはですね、松村のゴール、松村のシュートに対して言っております。あれは取りたかったですね。チームとしても、選手としても、あそこでね、取れるっていうのはね、チームのコンセプトにも、なってるところで取れてるっていうのが重要だと思ったんで、あそこは取ってほしかった。で、なおかつ、松村自身にとっても、ここで1点を取って気持ちが楽に今後のシーズンを戦えるっていうところはね、欲しかったんで、まあ、ちょっとね、まあ本当に強いて言えば追加点というところでございます。カシマルのね、精度は高かったですね。今日は結構、ね、ボールをキープする時間も長くて、ね、ロスタイム長かったんで不安はありましたけども、そんな中でも、ちゃんと時間を使って、勝ちにつなげられたっていうのはね、大きかったかなというふうに思います。はい、振り返ってきました。次の一手は総括です。はい、総括に来ました。まあ前半からね、いい戦いぶりっていうところでね、まあそんな中先制されてはしまうんですけれども、いつもだったらこのままね、ずるずるいきそうです。実際後半のね、頭にも失点しそうでした。でもね、今日はね、それをね、失点後も戦えていたっていうことが大きかったです。やってることは間違いないと、自信を持って戦えていたとは思います。メンタル面以外にも後半早々のピンチからチャンスに切り替わり、チャプリッチがゴールを決めたっていうのもね、これ結構ね、良かったポイントになる。チームとしても勝つために良かったポイントになったかなというふうに思います。で、気になったのが失点の仕方ですね。プレスの仕方のミスっていうのはね、これまでと違ってですね、まあ少なかったとは思います。プレス自体が改善されてるかは別として、プレスにかけに行くタイミングと、プレス自体があんまり良くないですけど、まだマシになってきてるかなというふうには思ってます。ミス自体がね、減ってるってことはね、褒められるべきだと思います。今後ね、よりそこをフィーチャーしてほしいなというのと、まあ、立ち位置、まあ、そこっていうのは、プレスの仕方であったりとか、プレスの時の立ち位置は改善されましたね、だいぶ。はい。っていうところで、まあ、そこをね、フィーチャーして、戦っていければ。鹿島はね、より良くなるんじゃないかなというふうに思います。シュート数も13ということでね、直近の試合に比べてね、ゴールに迫る回数っていうのはかなり多かったですね。2点ほどチャンスはありました。名護のダイビングヘッドとね、松村のシュートですね。まあ、次は決めてほしいっていうか、まあ、名護に関してっていうよりは、松村の方が大きいんですけど、松村のゴール、まあ、シュートに関しては本当に、チームコンセプト的にも決めたかったところですね。まあ、ボランチの質、知念佐野ですね。まあ、知念はね、完全ボランチとしてのね、プレーを心得ているような感じでしたね。できないことが少ないですね。本当に多彩にプレーできております。現状、彼なしでは、なかなか組み立ても厳しいんじゃないかというぐらい、知念は、鹿島のボランチとして完璧な役割を果たしております。佐野もできることが増えている。去年よりね、いい場面っていうのは増えましたね。ね、藤井が広げてそのポケットをついたときにね、まあ少しね、拍手が出ましたね。かなりいいプレーだったと思います。あとは運び屋ですね。これも藤井ですね。藤井のね、おかげでね、ロングカウンターが成立したシーンっていうのはね、昨年なかなか見られなかったところですね。昨年ってショートもロングもですけど、カウンターが成立してるところを見たことがないくらい、本当に試合中1回、何回やったみたいな。一回あればいいよねぐらいな。多分34試合で15回ぐらいじゃない？カウンターうまくいってるのって思うぐらい、本当にね、カウンターの質とか、
精度とか、回数とか本当に少なかったと思うんで、この辺がね改善してきたのはね藤井のおかげでもあるかなというふうに思います。まあチャッキーがいるのもね大きいかなというふうに思います。あ、チャブリッジですね。チャブリッジ今後チャッキーで表記しておこうかなと思います。スタメン予想とかはチャブリッジでいきますけど、基本的にはチャッキー呼びでいきたいな。ユーマにもユーマになってますね。今まで鈴木でやってたんですけどね。まあ、この二人万全ではなかったっていうふうに言ってますね。まあこれより良くなるのかっていうのはね、完璧に、すごいなしか感想が出てこないですね。だってこの二人、あれで万全じゃないってすごくない？ね、ポポビッチが言ってましたけど。サイドハーフのポジショニングがね、以前より良くなりましたね。まあ真ん中に集結するっていうタイミングが減ってね、それが機能しておりました。どうしても仲間がね、いると真ん中に集結しやすくなるんで、仲間樋口のね、サイドハーフとかだと、もう完全に真ん中に集中しちゃうんで、選手が。それがね、なくなって良かったかなというふうに思います。で、最後、名護が報われて良かったっていうのはね、名護はね、本当にね、今日いいプレーしてましたし、まあ、悔しいシーズンもね、長く続いた中で、鹿島で活躍できてるっていうのがね、本当にね、私として嬉しい。まあ、能力がある選手だっていうのも分かってますし、実力もあって、あとは本当に、鹿島に貢献するだけだっていう時にね、まあ、まずは1アシストとして現れたのと、ゴールで迫る回数を増やせたっていうところに、ね、名護をかなり評価していい部分じゃないかなというふうに思います。ということで総括を行ってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、今日の振り返りをね、しておりましたけれども、まあ、どうですかね。まあ、こんな感想を抱きましたとか、ここはこうじゃないとか、こうやっていったらいいんじゃないみたいな話とか、あったらですね、ぜひ教えてください。私もね、そういうのを参考にしたりとか、それに回答するように、頑張りますんで、よろしくお願いします。ということで、今日はいいゲームになりましたね。勝ってよかった。じゃあね、さよなら。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。